それでは皆さんこんにちは、大変お待たせいたしました。ここからはカーニバル2000カーニバル湘南2024についてのお話をここから1時間させていただきたいと思います。 MC を務めさせていただきます水野麻子です。どうぞよろしくお願いいたします。そしてご登壇いただいている皆様のことをご紹介させていただきたいと思いますが、まずはカーニバル湘南実行委員会長藤沢市議会議員の佐賀和樹さんからご挨拶をお願いいたします。よろしくお願いします。もう喋る一言もしよろしければお願いします。昨年本当にあの皆様のおかげで無事に開催成功することができました。もう今年もですね、いよいよ準備に入るところでございますので、去年のことをまた踏まえながらですね、いろいろとこう今日みんなでいろんな議論をして進めていきたいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そして神奈川県議会議員の、そしてですねサーフライダーファンデーションの理事近藤大輔さんにもお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。おしゃべり、よろしければ一言お願いします。はい、皆さんこんにちは。あの貴重な機会いただきましてありがとうございます。あの昨年その前とですね、カーニバル湘南本当皆様方のおかげをもって大いに盛り上がりました。あの1万人以上のクラスでゴミゼロを実現したりだとか、海洋プラのゼロであったり、いろんなやっぱこう社会課題をああいう大きなステージで訴えかけられたっていうのは意義があるなと思ってます。なんかあの社会課題は解決しないものばかりなんでね、これからもなんかそういうものを広く訴え続ける、そんなステージになっていけばいいなと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてエシカルマルシェオーガナイザーの田上彩さんにも来ていただいております。田上さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。去年に引き続き、地域で活躍している出店者さんにお声掛けさせていただきながら、今回もイベントを盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。それではですね、早速なんですけれども、昨年行われましたカーニバル湘南の2023の映像とともに振り返ってみていきたいと思います。さあ、モニターの方にもう少ししたら、昨年の2023年の11月3日文化の日に行われたカーニバル湘南の映像がありますので、こちら振り返っていきます。この頃なんだか体で感じる、おかしい自然の流れ、僕らの住んでるこの場所も、浜は浸食、水温も高い、太陽直接悲鳴あげてる、出かけるときは持ち歩こう、マイ箸マイカップマイ歯遊べてこうしよう、マイ箸マイバッグマイ歯遊べてこうしよう。林も畑も水路も枯れていく、僕らの住んでるこの地球は、南極の氷も溶けて水かさます、太陽直接My heart, my cup, my heart, I'll let it go.
てる。出かけるときは持ち歩こう。My hashらしい映像とそして素敵な音楽とともに昨年のカーニバル湘南2023の映像が流れていましたが、改めてこの映像素晴らしいいいお天気の中で行われて素晴らしいイベントだったと思いますが、近藤さんいかがでしたか、今の映像を見て。11月3日なのにものすごく暑かったですよね。暑かったですね。驚くような暑さで、はい、なんかそれも一つメッセージかなと思って、やっぱこうね、暖冬じゃないけれども温暖化のこともあるし、なんかうん、さっきも言ったけれどもいろんなメッセージを発し続けたいと思います、はい、そしてこの昨年は2万人以上の方がご来場いただいた中で、ゴミ箱を設けないイベントっていうのは過去にも例がないということだったんですけれども、このあたり本当に素晴らしいイベントとなっていたと思いますが、佐賀さんいかがでしたか。まあ、あの2年目ということで、はい、やっぱり1年目とまた2年目のそのかすられた部分というのはすごくやっぱり1年目を見た方が2年目をどう評価するかということがすごく重要だなというふうに思ってましたし、まあ、今回同じような出題といえども、やはりこう求めていくものというのはすごく重要だったんで、やっぱりゴミ箱をやっぱり設けないということはすごく大事な一つの今回の大きなことでもあったし、まあ、実際2回目ということもあって、また来場者もですね、まあ、リピーターというかですね、はい、イベントの趣旨を理解してくる方も多かったことで、やっぱりそういうところはかなり目的が達し得たのかなと。で、まあ、終わった後もですね、少しこう会場をですね歩きながら、まあ、ゴミがこうポイ捨てされてないかなっていうのはあったんですけど、うん、まあ、ほとんどなくて、まあ、たまたまこう落ちてしまったビニールの端、まあ、これはまあビニールがまあどこから発生したかっていうのをまたいろいろ考えなきゃいけないんですけど、まあ、そもそもその販売するものについてもできるだけゴミを出さないでっていうことでやってたんで、まあ、そこも一つ課題もあるんですけど、なんかそういうものがほとんどないっていうことは素晴らしいなっていう思いますし、やっぱり意識が高い人が本当に今増えているっていうことを感じた、はい、第2回でしたね、はい。そして田上さんも昨年もこのエシカルマルシェの方で携わっていたと思うんですけれども、会場の雰囲気だったりっていうのはいかがでしたか。なんかすごくこう平和な湘南ならではのこの雰囲気が漂っていて、で意識もやっぱりすごい高いお客様が多いなと思いました。私も出店者側に立っていたんですけれども、こんなにみんなマイカップやお箸を持ってきてくれたりというのは、このコロナも経てみんなの意識がどんどん変わってきてるのかなっていうのは肌で感じてます。そんな素晴らしいカーニバル湘南ですが、今年もこのカーニバル湘南2024開催に向けて進んでいると思うんですけれども、佐賀さんのお話できる範囲でいいんですけれども、お伺いしてもよろしいですか。はい、まあ、2年間追悼海浜公園をお借りしてですね、大変大きい会場で、まあ、その分多くの方にもご来場いただいたということであるんですけど、まあ、先ほど話したいろいろやっぱり回数を重ねるごとにマンネリ化してもいけませんし、やはりこう私たちが目指していくものをどん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 浸透させていく意味では、やはりこういろんな層にも訴えかかなきゃいけないということで、やはり今年はですね、まあ横乗り系サーフィンということ で、まあ、今回もポリネシアンカヌーで、やっぱこう海浜公園の
人工池を活用したんですけども、やっぱりシーカヤックであったりその海を使うものもともとそうなんで、やっぱりビーチからこう海に行く、でそこでこう子どもたちに楽しんでもらう、まあ、そんな光景もですね、すごく描いているんで、やっぱりこうサーフィン発祥の地と言われる鵠沼あたりでですね開催できたらなというふうに今思っております。はい、さあまた来年、今年ですね、今年素晴らしいまたカーニバル湘南開催に向けて進んでいると思いますが、近藤さん楽しみですね。楽しみですね。あの昨年、一昨年と県立の辻堂海浜公園でやって、やっぱこう県とこう使用するのに結構ね、中川代表理事だったり佐賀理事も苦労してたんで、うん、なんかもっともっとスムーズにできたらいいなと思うし、引き続きサポートしなきゃなと思いますし、楽しみですね。そして田上さんも今年、はい、今年はエシカルマルシェオーガナイザーとしてよりこのイベントを盛り上げてくださるということでお伺いしていますが、はい、いかがですか。1年目2年目これだけ盛り上がったのでちょっとあのプレッシャーも感じてますが、地域の皆さんと一緒にあの盛り上がるイベントを作っていけたらなと思っているのと、あと出展者さん自身もあのやっぱりいろんな出展をされると思うんですけど、あこんなにこう容器を持ってこなくてもイベントを作り上げていけるんだっていうのは、またこの皆さんの意識の中に種をまくような行動だとも思うので、そういうイベントを作り上げていけたらなと思ってます。そしてあの昨年もこのエシカルマルシェの方であの関わってくださっていたと思うんですけれども、今年はどういった関わり方になってきそうですか。今年は主にあの地域の出展者さんをあのまとめて、マルシェを主催するという形になってくると思います。さあそしてこの佐賀さん、場所が変わってくるというところ先ほどお伺いしましたが、そのあたりのちょっと期待値も聞いていると上がって期待値といいますか、楽しみがまた膨らんでくると思うんですけれども、そのあたりでやはりどういった今年何かこういう形でよりイベントが盛り上がったらいいなという考えなどありますか。まあ、あの先ほど言ったようにやっぱこうどんどん広げていくことが大事なんで、もちろんこれまでご協力いただいた団体だけではなくて、やはりこう様々な団体に声をかけて、またマルシェもそうですし、どん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 参加者をその協力していただく方を増やしていきたい、層を広げていきたい、あの人数を増やすってことではなくて、でたまたまですね、あの先週あのいや今週ですね、3連休の時にあのデフの、まあ、聴覚障害者でアスリートの方に話を聞いてほしいということでお会いしました。で、まあ、彼はサーフィンもされていて、で今その聴覚障害者をはじめそのいわゆるそのデフのスポーツ協会団体を作ろうということでご相談をいただいたんですね。でその時にあの、まあ、カーニバルの話もさせていただいた時に私この映像を見せたんですよ、はい、でその後にあしまったと思ったんです。聴覚障害者なんでせっかくいいこの歌の歌詞も聞こえないんですよね。だからこうやっぱり これも僕はあのこの後言おうかなと思ったんですけど、はい、やっぱり字幕をしっかり入れて、やっぱりそういう方たちも見て理解していただく、すごくいい歌詞なんで、だそれをやっぱりこう本当僕もあの気づかなかったんですけど、だ今年はそういう方にも少し、まあ、協力いただいて、やっぱりこうあらゆる層に、うん、一人残さない社会あの環境を作っていくっていう意味ではあの大事だなということを本当あの先日気づかされましたんで、まあ、ぜひ今年はですねそういうことも考えながらいろんな団体を巻き込んでいきたいなと思ってます。そうですね、改めてこういう時に直面すると、あ自分では気づかないことっていうのが改めて課題に見えてくると思うんですけれども、本当にたくさんの方に楽しんでいただけるイベントによりなっていったら近藤さんいいなというふうに感じますが、いかがですか。うん、全くですね、今回やっぱ2万人の規模でそのゴミゼロ実現したっていうのはやっぱその県でも実は非常に注目されていて、それこそ中川代表理事なんかは県のその環境課の幹部たちに招かれてどうやるのみたいなのをレクチャーしたりとかね、それぐらい注目されているんですよ。でそうだな、うん、やっぱこうサーフライダーが事前のそのやっぱゴミゼロをこう目指すその意義だとかね、その前橋マイカップ持ってきてみたいな、そのやっぱ周知というのかな、情報の仕方もかっこ情報の発信の仕方もかっこよかったし、なんかそういうメッセージってやっぱ出し続けるの大事ですよね。
まあ、今、ね、下がり時からそういう誰も取り残さないようなイベントにしていきたい、僕もすごい同感だし、あとやっぱ僕思うのはやっぱサーフライダーが日頃から取り組んでいるやっぱその環境問題に対するアクションをより多くの方に知ってもらうみたいな、やっぱその環境っていうキーワードは忘れずに僕はやり続けたいなと思ってますね、うん、もう一歩ぐらい踏み込んじゃおうかなと思ってます。そして本当にこのカーニバル湘南のサーフライダーファンデーションの中川理事の方からもよくプラスチックのビールカップのビールよりも自分のマイカップで冷たい冷えたビールのが美味しいというところで、その環境ももちろんなんですけれども、より自分のものを持っていることでちょっとテンションが上がったり、より美味しくなったりっていうようなプラスアルファ、そういう楽しみ方というか、そういうハードルをある意味下げた中でそういう環境問題に取り組むっていうのもすごく田辺さんいいなっていうふうに私は個人的に感じたんですが、いかがですか？そうですね、なんかそのマイカップとかマイオハス、自分のお気に入りを持ってこう出店に来るとかイベントに来るっていうことがなんかクールだなとか、そのかっこいいなっていうことにもっとこう身近になればいいなと思っております。そんな素晴らしい、またカーニバル湘南の2024楽しみが増えてきているんですけれども、ここでですね、このカーニバル湘南2年連続でカヌーのワークショップを行ってくださっている NPO 法人の日本ハワイアンカヌー協会理事長の中富博さんにもお話が伺えるということでお越しいただいております。よろしければこちらの方にご登壇お願いいたします。中富さんにどうぞよろしくお願いいたします。はい、この中富さんは日本ハワイアンカヌー協会ということで、ハワイの文化や伝統技術を学びながらカヌーを建造して航海し、古来のポリネシアの価値のある優秀な技術や文化を広く日本に紹介していったりという素晴らしい取り組みを行っていると思うんですけれども、また改めて中富さんの方からご紹介いただければと思います。こんにちは、NPO 法人日本ハワイアンカヌー協会の理事長させていただいてます中富です。よろしくお願いします。僕なんかの活動はもともとはハワイアンの、タイガーエスペリというレジェンドサーファーがおりまして、それが、皆さんご存知の北レア号であると思うんですけども、それの流れで、日本も環太平洋の一つの島国だから絶対同じような文化があったはずだから、ちょっとそれを探りたいなということで始まりました。で、その流れでぜひ日本でもカヌーを作ってハワイなりポリネシアなりに行けたらいいなというところでスタートしてます。で、そこから作り始めてるんですけれども、タイガーはもうだいぶ前に亡くなっちゃったんですが、幸い2011年に伊豆の方にたまたま南洋材の大きな12メートルで直径2メートル弱の丸太が流れ着いたのを僕なんかいただきまして、そこでタイガーの夢だった、北レア号の前に北レア号の子供みたいのを作りたいなというんで、それがなんとかハワイアンのカヌービルダーの力を借りて作ることができて、そこからいよいよ本格的にカヌーを作り始めてます。そして、去年一昨年とカーニバルの方に呼んでいただいたんですが、現在藤沢市の全業に、作りかけのカヌーがありまして、藤沢の、農家の裏山のクスノキをいただきまして、はい、で藤沢の木で、藤沢でカヌーを作るという今活動をしていて、生木だったものですからやっぱり乾燥させなきゃいけないという歪みとか出てきますから、でそれでもってちょっと時間かかってるんですが、いよいよ今年それを、完成させてカーニバル湘南の時に進水式をやって藤沢の方たちに乗っていただけたらなと思うのところで今活動を進めてます。
という形です。素晴らしいですね。これ藤沢の木で作ったということで、はい、乾燥させるまでっていうのは大体どれぐらいの時間をかけて乾燥されるんですか？木の大きさにもよるんですけども、今回のは今全長が7メートルぐらいで、まあ、倒したばっかりの木だったんですが、まあ、それがもう3年4年経ってて、だからもうすでに乾燥はほぼ終わってます。あとは、今3分の1半分弱ぐらいのところまでできてるんで、はい、で昨年、ハワイ僕の仲間のカヌービルダーが5人ほどハワイ島から来てもらって、でちょっとだけ作業をして、で今年の段取りを相談していろいろ進めていこうということで、つい先日もその予定をどうしようかっていうことを話して、で来月僕ちょっと行ってみんなとまた相談で、まあ向こうでも今カヌー作ってるんで、それ手伝いながらちょっと話をして、で今回は今回というか昨年はその僕もハワイでカヌー作ったりしてるんですけれども、ポリネシアの文化ということでニュージーランドとかあとイースター島とかもあと、まあ、フィリピンとかもそうですけど、みんな同じカヌー文化があるんですよ。で昨年は、まあ、僕もハワイで知り合ったんですけれども、ニュージーランドのカヌービルダーの第一人者も手伝いに来てくれまして、で今年もぜひ来てくれるということなんで、まあ、カヌーに関しては非常に面白いことになると思います。今年の11月3日のカーニバル湘南の2024で進水式が見れるっていうのが本当実現すると、ね、すごく佐賀さん楽しみですね。まあ、去年は、ね、いろいろ大変なこともあったんで、まあ、人口ということで、ね、直前にいろいろクリアしなきゃいけない課題もあって、まあ、今年グエルマでできれば目の前海ですから、多少その海の波の状況とかも気にはなりますけど、はい、まあ、もちろんちょっと例えば江ノ島屋にずれるとか、まあ、いろんなこともできますし、まさに本当に海で、うん、進水式やるのが俺はもう本当に一つの今年の大きな目標だなと思ってますんで、近藤理事ともどもですね、その環境をしっかり作っていきたいと思ってます。はい、近藤さんもこの景色を見て、このカーニバル湘南の時見てみたいですよね。いや素晴らしいですね。やっぱ海がいいですよね。期待してます。そんな、ね、素晴らしい活動も行ってくださっておりますが、本当昨年も先ほどお伺いしたみたいようにニュージーランドだったりから本当に自分で自ら来てくださるというふうに言ってくださったというふうにおっしゃっていたと思うんですけれども、これは何か、なんかきっかけがあってこういう話で来てくれるよみたいな話にあったとかって何かありますか？いや、やっぱりそのカヌーってもともとハワイはポリネシアからカヌーに乗ってみんな移民したっていう文化があるし、ハワイだけでなくその周辺タヒチも含めみんなニュージーランドその辺島々にはそういうカヌーで移動するっていう文化があって、まあ同志というかやっぱ同じ民族海洋民族だっていうことで、やっぱりカヌーをが、まあ、人を結ぶ人をつなぐそれから土地をつなぐっていうコンセプトっていうか、もうそういう考えで僕なんかずっと教えられてやってきたんで、だからどこかでカヌーを作るっていう話があればできる限りもう行って手伝いたいと。それはもう国とか言葉とか関係なくカヌーっていう一つのものをみんなで共有したいっていうのがありますね。で一つちょっと面白い話っていうかあれなんですけれども、僕なんかもう今伊豆で1台作って仙台で1台作って、で今気仙沼で作りかけが1台ありまして、それはもう震災でみんな流されちゃったからっていうんで、まあ、お願いされて、ただコロナでちょっと今行けなかったんでそれも途中なんですけども、と藤沢のがあって、でそういうことをやってて、ハワイアンなんかも結構来てくれるんですけれども、みんなが日本に来て一番不思議に思うのがカヌーっていうのはみんな今言ったようにそれぞれの国でもう文化なんですよね。で日本はサーフィン、フラダンスすごいじゃないですか。ハワイで言うとサーフィン、フラ、カヌーっていうのがもう三種の神的な、だからハワイの子供たちの大半はもう幼少期に一回はカヌーを
それも木でできたカヌーを漕いで、そこからサーフィンに行ったりフラダンスに行ったりそれ以外のところに行ったりっていうのがあるんですけど、ハワイから来た人にしてみると、なんてカヌーだけないんだと、サーフィンフラはすごいじゃないか、逆にハワイに押しかけてくるぐらいすごいのにカヌーがないのはやっぱりちょっと不思議だなというんで、まあそういうところもあるんで、やっぱり日本も海の国ですから、もう少しこうカヌーっていうのがみんなに知ってもらえたら嬉しいなと思います。はい、本当にあのカヌーの触れ合うきっかけっていうのがもしかしたら日本で少ないのかなというふうに感じる部分もあるんですけれども、その中でもこのカーニバル湘南ではあの一昨年の第1回目の時はすごく大きなカヌーで子どもたちがたくさん乗ったっていうところでお伺いしましたが、やっぱそういうきっかけが増えてくるといいですよね。そうですね、そういうふうに、ね、親しんでもらって、そこからまたね次の次の、でカヌーで一番何がいいかっていうと、まあ一人乗りのカヌーもありますけども、僕なんか作ってるのは4人乗りであったり6人乗りであったり、まあ6人乗りがハワイなんかメインなんですけど、みんなの息が合わないと進んでいかないんですよ、タイミングが。みんなバラバラに漕いでも全然進まない。だからその、まあ、息を合わせるっていうところがやっぱりハワイの人たちのまずベースになってるんで、そういうところもね楽しみながら1212をで楽しんでもらえたらいいなと思います。そう、僕も実は6人乗りも4人乗りも乗ったことあるんですよ、はいはい、これ木製じゃない、木製ってかもっと、あれ木でできてるんですか、あれも木ですね、はい、じゃあちょうど20年前ですね、アウトリガーを進めてる後輩たちが江ノ島でファンレースやったんですよ、アウトリガーカヌーで、はい、今も江ノ島で続いてるんですけど、その時に僕らサーフィンだからずっと個人競技で自分の要はもう 自分だけじゃないですか。でその設営に協力したんで運営者から佐賀さんも出てくださいよって言われて、はいはい、急遽サーファー誘って6人、はい、まあ、最初全然息合わないんですよ。でもだんだん息が合ってきて、そしたら決勝まで行ってしまったんですね。でそのね決勝に行く際その最後のレースが敗者復活戦で結構強いチームに勝ったんですよ、はい、もうその時の僕らさっきで個人スポーツでチームスポーツやってないかったんで、もうみんな抱き合っちゃって、はい、わチームスポーツ楽しいなっていうね、なんか感動したことあります、はい、やっぱり息が合わないとスプリットできないし、でハワイに行った時も4人乗り乗ったんですけど、はい、でその時もやっぱり最初バラバラだと波全然乗れなくて、で息が乗った時にやっぱりこうしっかりテイクオフできるっていう感覚とか、やっぱりこれね普通の一人乗りのサーフィンとは違う感覚というか楽しみをね、はい、経験したことあります、はい、本当一致団結する瞬間というのがまた個人スポーツのサーフィンと異なってくる部分だと思うんですけれども、この藤沢の木で作っているカヌーは7メートルほどで先ほどお伺いしましたが、それは何人乗りぐらいになるんですか。一応4人乗りで、まあ、いわゆるいろんなカヌー種類あるんですけども、サーフカヌーって言って、まあ、サーフィンができるカヌーを今作ろうというふうに計画してます。はい、大人も乗れるんですか。乗れます、もちろん。でサーフカヌーというのはもう波に乗れる用の、はいはいはい、もうハワイなんかですともう10フィートオーバーの波、マカハなんかですと乗ってますし、はい、ダイヤモンドヘッドで前でやりました。なんかもう20年以上前ですね。 怖いです、うん、怖かったですけど面白かったですよ。息合わない時の本当怖さもあるし、はいはい、ちょっとこれもまたサーフカヌーということで進水式がより楽しみになっていると思うんですけれども、はい、この海の環境問題というところでやっぱりサーフィンとまたカヌーでは見える部分というのは海を見える部分というのがちょっと異なってくる部分があるのかなと思いますが、このカヌーをしている時だったりで環境問題というので直面する瞬間だったりとか、まあ、ゴミだったりというのは何かあったりしますか。やはり沿岸の水の汚染っていうのが、まあこれハワイでも似たような状況ってあるんですけれども、やっぱり漕いでるとビニール拾っちゃったりとかいろいろありますからね、そこはもうきれいにしたいし、まずカヌーを組み立てるのが大体が砂浜なんで、やっぱり砂浜でガラスとかそういうのは落ちてほしくないなっていうのはありますね、はい、少し沖の方沖合に行くとまた全然海の環境っていうのは違いますか。いやもう全然違いますね、はい、どういったところがやっぱり綺麗だったりとかしますか。そう、まあ沖へ出ると、まあ、サーフィンですとね、まあ、行って100メートルぐらいだけど、カヌーですともっと、ね、以前中川君とも駿河湾横断ってやりましたけども、
サメがいるんじゃないかぐらい深い感じもありますしね、まあ、そういうのも一つね、はい、面白みっていうか、またそうですよね。そうですね。でもあとボートと違ってもう手が届くところに水面がありますから、もう海を非常に感じます、はい、あの先ほど少しこの前にお伺いしましたが、駿河湾40キロをチームで分けて行くっていうのが、横断しました、6時間ね、6時間漕ぎ続ける、はいはい、これも本当にチームであの一致団結しないと進まないですもんね。まさに、はい、そして田上さんもサーフィンされると思うんですけれども、はい、この海の中の環境っていうのはどういったところで、まあ、あの環境問題っていうのを直面する瞬間があったりしますか？やっぱり全国そうだと思うんですけど、台風が来た後とかのこの海はすごいじゃないですか。私も海の近くに住んでるので、台風の後のお散歩したりすると、洗濯機の中のドラムが落ちてたりとか、これ落ちてるっていうものが落ちてたりするので、そのもともと海の中にあったものがこう台風によって出てきてるのかなと思うと、私たちの見える部分、 やっぱビーチクリーンでそれなりに今湘南の海は綺麗になってるんですけど、見えない部分のこのゴミもあるんだなというのはすごく感じてますね。やはりこういったこのカヌーだったりサーファーだったりという海だったり環境により近い方たちがたくさん発信していくっていうのは、やはり近藤さんすごく一つ重要になってくる行動になりますよね。いや、おっしゃる通りだと思います。僕地元逗子葉山なんですけれども、はい、その何人乗りはないけれども僕釣り大好きなんですよ。で一人乗りで行ってまあ釣りやって、やっぱサーフィンとは違う目線ですよね、はいはい、うん、今ねその環境の問題も出てたんで、やっぱこう 僕が今すごい仲間たちと取り組んでいるのが、沿岸部 その海藻群がなくなる磯焼け対策っていうのをすごいやってるんですね。あの海の砂漠化とも言われていて、沿岸部の海藻がないのがやっぱカヤックに乗っているとすぐ分かる。その なんて言うんだろうな、その海藻って茶色いじゃないですか。でこう砂漠化っていうぐらいですから、こう磯が発火してるんですよね。で原因の一つがウニが食べちゃうっていうのが原因の一つなんですけれども、やっぱ僕なんか葉山でカヤッキングだったりサーフィンもそうなんだけれども、下が白いがゆえにそのコントラストがすごい、ウニって黒じゃないですか、でブワーッといっぱいいるのが分かるんですよ。なんかそこをなんていうのかな、見える着眼がね、海中みたいなところ、それこそ今ローカルサーファーたちと一緒にこう活動していて、今週末も一緒にやるんですけれども、原因の一つである、原因は複合的なんですけれどもね、一つであるウニを駆除して、まあ、今年の秋その海藻の種を植え付けようっていうアクションをまあちょっと企画していて、なんかそういうね、我々その湘南の海であったり日本の沿岸部で起きているこう事態なんでね、なんかそういうことをサーフライダーだったりカーニバル湘南の発信力、もしくはみんなのね、発信力をもっとなんか訴えかけて、これだけ広い海ですからみんなでなんかアクションを起こす、そんな機会にカーニバル湘南もなればと思うし、そのカヤックもなればと思うし、なんか食もそうですし、なんかそういうことも発信していけたらいいなと思いますね。本当にいろんなさまざまな観点からこのカーニバル湘南を通じて環境問題に意識というか関心を持っていただけたらなと思うんですけれども、やっぱりここのこのカーニバル湘南はゴミゼロ、そして CO2 ゼロ、フードロスゼロっていうのを、まあ、一つ最終の目標として掲げていると思いますが、やはりこれ達成していきたいですよね、佐賀さん。まあ、そこはもう最低条件で、まあ、あとはこれはやっぱり環境 NGO が主催しているイベントということで、まあ、去年も一昨年もシンポジウムを開催させていただいて、まあ、一昨年はスケートパークだったりスケートボード、そんなこともテーマにさせていただきました。やはりこう人々が集うということについては、やっぱある一面で環境破壊につながることもありながらも、でもそこで経済がしっかり回ることがやっぱ環境を守れっていう観点で、去年はピアを作ろうっていうテーマで、はい、いろんな方にご登壇いただいて話もさせていただきました。この辺も去年いろいろ私たちもね、これはやりましょうなんて話をしたんで、
まあ、今年はテーマはまたいろいろ設定しますけど、そういったことも少しずつ前に進めていく。だから今年のテーマがすごくまた大事かなというふうに思います。もちろん来ていただいた方たちがそのイベントを楽しんでいただいて、ゴミを出さない、前箸、前カップ、マイボトルを持ってきていただくっていうのはもうこれも最低限大事ですけど、やっぱりそこに来ていただいた人たちが、まあ、カヌーに乗っていただいて何かを感じるとか、マルシェで何かを感じる、そして僕らもしっかり、シンポジウムをやってそのテーマについて共有してもらうっていうことが大事になってくるんで、あのこの辺はですね、もうあっという間に11月来そうなんで、いろいろとこう考えながら進めていきたいなというふうに思ってます。はい、もう11月3日ということでまだまだ先な感じがしますけれども、本当あっという間に来て素晴らしい、はい、イベントになることを願っていますが、やはりこのカーニバル湘南ということで、このやはりフードロスゼロというところで田上さんもこのマルシェの方で関わると思いますが、すごく大きな目標にも感じますが、いかがですか？でも去年もこれこうカップとか持ってきてくれるかな、フードロス大丈夫かなって心配してた部分があるんですけれども、皆さんご協力してくれたおかげで、はい、本当にゴミも出ず、こんなことが達成できるのかっていう、びっくりした部分もあるんですけど、なので今年も今回3年目なので皆さんの意識も徐々に上がってきてると思うので、皆さんにご協力していただきながら達成できると思います。さあ、そんな素晴らしい、本当にイベントとなっていますが、こういったゴミゼロだったり、まあ、CO2 ゼロ、フードロスゼロっていうところのイベントがどんどん増えていくと、近藤さんいいですよね。おっしゃる通りですね。なんかサーフライダーが、ね、カーニバル湘南としてやっぱ先頭を走っていく、一つプロトタイプというかモデルとしてね、あの来場者のいるスケールがある中で実現できたことなんでね、またノウハウが持ってるじゃないですか。あの県行政もそのノウハウを教えてくれっていうぐらいなんですから、なんかそのいわゆる民間っていうのかな、はい、我々ね、ローカルの人たちがやるのもそうだし、なんか行政がやるイベントなんかにも波及をさせていきたいと思います。本当に楽しみが詰まってきておりますが、そろそろ、ね、お時間にもなってきております。ぜひこのカーニバル湘南、来年の2024について一言皆さんからお話をちょっと、ね、言葉を添えしていただけたらと思いますが、まずは田上さんからお願いします。はい、地域で根付いている生産者さんや、農家さんの方々を湘南にお呼びして、1日2日湘南を盛り上げていきたいと思いますので、皆様ご協力お願いいたします。ありがとうございます。楽しみですね。そしてカヌーの方もすごく今日お話を伺って楽しみが増えたんですけれども、中富さんの方からも一言お願いします。はい、去年一昨年と、まあ、辻堂公園の中の池で、子供用のカヌーを浮かべて、みんなに乗っていただいたんですが、一昨年はちょっと統計取ってなかったから分かんないんですけど、去年はもう名簿に名前書いていただいただけで120名以上の方たちに乗っていただきました。で、まあ、何より僕がお願いっていうかね、みんなにも楽しんでいただきたいのは、乗るだけじゃなくて木から作りますから、作る日程とかも今後決まったらアナウンスしますので、まあ、大きいチェーンソーとかはちょっと危険ですけれども、はい、軽いお手伝いを、ね、してその木に触れて、そのカヌーにその後また乗るっていうような段階をね、いろいろ楽しんでいただけたらなと思いますし、はい、何より木で作りますから、プラスチックのような廃材みたいのも出ない、はい、で、直していけば100年、ハワイのカヌーなんていうのは100年以上経ってるカヌーもいっぱいありますから、はい、そういう意味でもすごい環境に優しいと思いますので、乗るだけじゃなくて作るところから楽しんでいただけたらなと思います。ありがとうございます。これ作るのとかって日程とかは何か見れば僕なんか Facebook とあと Instagram とかありますから、決まり次第そういうところでアナウンスしていきます。わかりました。じゃあそこを見てその作ったものが11月3日進水式されるかもということで、はい、でサーフライダーファンデーションの方でもちょっとその辺は取り扱っていただきたいと思いますから、はい、お願いするようにします、はい、楽しみにしております。ありがとうございます。そして実行委員会長の佐賀さんからも一言お願いします。まあ、ただのイベントにやはり終わらせないようにしなきゃいけないなと思ってます。で、まあ、1回目は結構勢いで、まあ、いろんなギクシャクした部分もありながらなんとか成功させて、やっぱり2年目しっかりつなげてきたんで、今年3年目ということで、
すごく重要になってくるかなというふうに思います。で、まあ、今日こういう形で発信させていただいたんで、やっぱりこう成功させるためにはもちろん来場者の皆さんの意識もそうですし、協力していただく団体、またあのマルシェの皆さんだったりとか、そういう意識を持っていただいた方に出ていただきたいイベントなんで、まあ、今から本当に準備をしながら、やっぱり少しずつですね、あの理事長ともレギュレーションを上げていこうと。やはりこう何ゴミゼロ達成したよね、やっぱりこうじゃあ今度発生するためのものをこうどう抑えていくかということも含めて、やっぱ発生者責任ってあるじゃないですか。でそういうのも意識しながら、やっぱり、まあ、ハードル上げすぎるとまた大変なんですけど、まあ、僕らもそういう意識をもっと高めながら、で先ほど言った通りあらゆる人たちにも参加をしていただく、やっぱりその、障害を持つ方たちにも楽しく参加できるような、まあ、そんなイベントにしていきたいなと思ってます、はい、ありがとうございます。そして近藤さんからも一言お願いします。はい、あのさっきいろんなクロストークの中で、そのマイカップで飲むビールはうまいんだって話あったじゃないですか、はい、あのね、僕おっしゃる通りだと思っていて、なんかあのこのサーフライダーって事前の打ち込みからなんかこう打ち出し方がすごいクールでかっこいいねっていう声が僕のところ多く寄せられていて、なんて言うんだろうな、その自分で前橋そのマイカップそのエコっていうとなんか少し、うん、敷居が高いというか、うん、っていう人もいると思うんだけれどもね、なんかこうそれってかっこいいじゃんみたいな、なんかそのクールによりなんかもっとかっこよく当たり前にやっていけるような、そんなイベントにしたいなと思います。そのステップアップしていきたいと思いますね。あともう一つ、やっぱこうカヌーの話をいただいて、あれだけこうねゴミゼロだってこうなんか体感するじゃないですか、いろんなあの雰囲気を。なんか今回場所も変わってより海に近くなるし、カヤックに海に出そうかみたいな話もあるしね、なんかこうみんなに感じてもらえる、その例えばさっき言った磯焼けの問題なんかでも、なんか自分事としてその感じれるようなそういうイベントにしていくと、また違った面白さが出てくるかななんて今日話して思ってました。頑張りましょう、はい、ありがとうございます。本当に改めてこのお話して、今年のカーニバル2022湘南2024のちょっと楽しみ度っていうのが上がったと思うんですけれども、ぜひねこのゴミゼロ、そして CO2 ゼロ、フードロスゼロという最初目標にエシカルイベントのあるべき姿として、あの達成していけるように引き続き頑張っていきたいと思うので、どうぞ皆さんよろしくお願いします。はい、それでは今日は、ここであの来てくださった方々、そしてインスタライブの方も行っていたので、ご視聴いただいた皆様がいらっしゃいます。本当にありがとうございました。それではまたね、カーニバル湘南2024の会場で皆さんとお会いできることを楽しみにしております。今日はありがとうございました。